とととは水が非常にに温度の高い物質と接触すするることにより気化されて発生する爆発生爆現象としては熱したフライパンに水滴を垂らした場合に激しく弾け飛ぶのと同じことである。水は熱せられて水蒸気となった場合に体積が約1700倍にもなるため、多量の水と高温の熱源が接触した場合、水の瞬間的な蒸発による体積の増大が起こり、 それが爆発となる。海面接触型と全体反応型の2種類に対別される。海面接触型水の中に金属溶融体のような熱い細粒物質が落ちると、その周囲に薄い水蒸気の膜が形成される。この状態を素根号と呼び、この白膜はしばらく安定に存在するが、何らかの原因により不安定化し、衝撃波と共に破壊される。 この破壊現象を海面接触型の水蒸気爆発と呼ぶ。原子炉で露心溶油が発生した時に冷却水の中に高温物質が落下するとこのタイプの水蒸気爆発が発生する可能性がある。火山における水蒸気噴火の模式図。耐水層にマグマが貫入することによる水蒸気噴火。全体反応型密閉空間内の水が熱により急激に気化。 膨張することにより密閉していた物質が一気に破壊されて起きるタイプの水蒸気爆発。例えば、近く内のような密閉した空間に耐水槽があった場合、そこへマグマが貫入することによって大量の水蒸気が急激に発生すると、このタイプの水蒸気爆発が起こる。その際にマグマも一緒に放出された場合、特にマグマ水蒸気爆発といい、 コックステールジェットと呼ばれる特徴的な噴煙形態が現れる。なお、水蒸気爆発はあまり爆発的でない火山灰を噴出する程度の噴火も含まれるため、日本では水蒸気噴火と呼称することが一部の火山学者から提案されている。海底火山の噴火による水蒸気爆発の模式図、高温のマグマが海水と反応して大量の水蒸気が発生し、 大爆発を引き起こす。その際の噴煙は、特徴的な形から、鳥のオハと表現される、1、水蒸気の雲に火山灰3クレーター4水5、溶岩と火山灰の総6地層7火道間8、マグマだまり級岩脈火山日本での有名な水蒸気爆発は、1888年の藍津版第山の噴火や1973年の西の島新島の噴火である。 前者では、バンダイ山の山体内部で、水蒸気爆発が発生し、山体崩壊とともに岩屑なだれが発生し、477人の死者を出すとともに、長瀬川とその支流がせき止められ、ひばる湖、小野川湖、秋元湖、五色沼をはじめ、大小様々な故障が形成された。後者では、海底火山が成長し水圧の影響が少ない、海面近い位置に至ることで、 高温のマグマと海水が反応することで膨大な水蒸気が発生し、水蒸気爆発を引き起こした。大量の水蒸気を含んだ噴煙はその形から鳥のオファに例えられる。1888年のバンダイ山噴火も参照原子炉の炉心溶融多くの原子炉で燃料被覆管に用いられているジルコニウム合金は1、摂氏400度で溶融を始め、 その溶融体が冷却水中に落下すると水蒸気爆発を起こす。さらにジルコニウムは水と摂取900度以上で激しく反応し水素を発生する。発生した水素と大気中の酸素が反応すると水素爆発へ繋がる。調理揚げ物を調理中に油に火がついた場合に火を消そうと水をかけると水蒸気爆発が起こり発火した油が大きく、 悲惨するため、火傷を負ったり火災が拡大したりする恐れがあり、大変危険である。ありがとうございます。